5分の曲 FC 目指してみようか、一回。番組だったっけ、あれ。つべで長野の原田の動画とか見て感動した後に解説聞かされるとあれ、テペス334。スキンのパーツエクスポートするツールとかないの？骨ピ。いや違う、あのね、スキンのね、あれ構成が違うのよ。だから普通に移動させたら普通に移動できねえの。意味がわかんねえやろ。だから力技でさ、その何、そのパーツを全部さ最初に合成してしまえばさ使えるじゃん。長野寺の原田は普通に応援したくなる。なお現在テペス334。あなお現在あれだって実際あれやばいよね。リレハンメルであれやって長野でも先般未遂のお前がメンタル語るか。テペス334。選手知らんから昔話でごまかすのは伝統芸能。テペス334。昔話でごまかす。解説ができんから自分の昔の話でっていうな。うまいこと忠実してあとはギンプでちょいちょいとな。骨ピ。多分その方がいいんだろうね。このスキンもそうだし、あと伊藤大地とあとカルベストップとかあの辺りを全部押すキャッチャーの果物にしてもいいな。スキージャンパーの顔が果物で落ちてくる。これ千コンボの曲なんだって。今週のね朝6時ぐらいにね仕事行く前にやったらさ800コンボまで繋がったんだけどさ、そこから先が行ける気配がない。もうキャッチャークスン490にしようぜ、骨ピ。自分の顔写真を晒したりはしないの。原田知らない選手多い番号台にインスがどうのとか、スロベニアにはプラニツァという台があってとか言ってて草。テペス334。ダメだろそれ。それはダメだろ。いやそれニコ生の俺がやることだよ。そのネタやって、そのネタはニコ生とかで やってよ。いやお前ニコ生で配信しろよ、見に行くから。自分を映える。骨ピ。ノルウェーは追い風に弱いから。テペス334。中途半端に原田ニコ生やれよ。公式チャンネル作って。テペス334。
ストで俺が呼ばれたらどうしよう。徹底暴走するわ。知らない選手の番号だから昔話をする人間と音ゲーの話をする人間のスキージャンプ実況、意味不明。なんか五輪時に単身派の時に原田さんがノルウェーの選手は追い風に弱いと言っていたので高梨選手も可能性あるかもって言ってる人いて、原田マジでクソだと思った。テペス334。まあ、それはマジでクソだわ。嘘は言っちゃいかんよね。知らない選手多いとスロベニアの選手の話をしてごまかすスタイル、テペス334。スキージャンプって押すキャッチのことでしょ。骨ピ、カミルストップは向かい風に強い、テペス334。半分悪口じゃねえかよそれ。やめろ、フェリペマスターは晴れにが特異的な論調やめろ。半分悪口だからな、その言い方。この野郎。マジかよ、いけんわ。最後の100コンボですげえ緊張した。はいはい。